来てなかったよな。あ、本当にセノがいたぞ。ん？どうしてここへ？体の調子もほとんど良くなったし、ティナリからも外出許可が出たから外に来てるんだ。うん、ガンダルバー村の療養技術は相変わらず高い。うん、ティナリの傷も結構回復したぜ。そうか、ならよかった。そうだな、あの時気を失ったオイラたちをお前がティナリのところまで運んでくれたんだよな。本当に助かったぜ。気にするな、彼は医術に優れ、コレイも気を配るのが得意だ。お前たちをあそこまで送るのが最良の選択だった。でもお前はなんでここで一人突っ立ってるんだ？人を待っている。キャンディスたちか？もうキャンディスと村長には話をしてやる。彼らはいつもの場所にいるから、会いたければそこに行くといい。俺が待っているのはお前たちも知っているものだ。お、俺の友人が突如砂漠に現れるとは、まさにキングデジェルト様の祝福。願わくば会いに来た原因が厄介ごとの頼みでないといいんだが。ラフマン、それと、え、セタレ？え、君たち私を知ってるの？その、ヒョレインで結構有名だったから。心配するな、この二人は俺たちの仲間だ。警戒しなくてもいい。そうなの。いいことがたくさん起こっていて悪くない。私もよ。なんだか最近いきなり人生に新たな可能性が生まれた気がするの。日々の生活まで光り輝いているような気がしてね。え、どうしてだ？セトレさんからどうぞ。ええ、では私から話すわね。実は教練員を離れることにしたの。え？学者を辞めたというより、新たな役割を見つけたと言った方が正しいかな。これまでのような学者ではなく、でもこの立場を完全に捨てたわけでもない。確かにそんな感じだな。どういう意味だ？教練員を離れて砂漠地区に戻り、教育の仕事をしようと思うの。おお、先生になるのか。セトレさんはここに戻って教育事業をサポートしてくれることになったんだ。教育対象は砂漠の民さ。だが彼女一人じゃ全員に授業を行うことは難しい。そこで各地に分布してる俺たちエルマイト旅団に彼女が話を持ちかけ、この認識を全旅団に伝えるよう頼まれたってわけさ。ええ、エルマイト旅団の方々にはまず優秀な人材を選んでもらうつもりよ。その人たちに私が授業を行えば、彼らが学び終わった後により多くの人に教えることができるでしょ。それこそ教育、そして知識伝播の真髄よ。キングデシレト様の民は今まで風車の苦難、流離の苦難、そして無知の苦難を受けてきた。だからこそ我々もセタレさんをとても歓迎してるんだ。彼女の訪れはまるで砂漠に現れた夜空の星さ。夜空の星は暗き夜に方向を見失ったキャラバンや盗賊、戦士と旅人を苦境から救い、安全地帯へと導く。そんな大げさな、なんだか照れるわ。いやいや、セタレさんはそのような称賛に値する人さ。我々傭兵は危険に慣れていて死をも恐れない。だからこそ賛美すべき物事についての判断は常人よりもはるかに把握しているんだ。セタレのその考えは多くの人にとっていい知らせとなるだろう。最初はうまくいかないかなと思ってたの。何しろ教練員は学者が勝手に砂漠で授業を行うことを禁止してるから。
あなたたちも知ってると思うけど、知識は厳しく管理されていて、私のように幸運な人は砂漠の民でも極めて少ない。でもあの時聞こえた言葉がずっと心の底で渦を巻き、まるで雷のように私の心を打ち続けた。今のあなたは流砂に飲まれているのと同じ。たとえその両の目を閉じていても。セタレ、なぜ家に帰らない？あなたのいるべき砂漠はここではない。セタレさん、あの言葉が私の目を覚ましたの。それと同時に、次に故郷に帰った時、必ずそこの人々に何かを届けないといけないって思ったわ。勇気を振り絞って大賢者様に会いに行ったけど、もう教令院にはいなかった。そこでセノさんから、アザール様はもうあそこには属していないことを教えられたわ。アザールは叱るべき罰を受けた。少し軽すぎるほどだ。お前たちももう聞いてるはずだな。そして私が教令院を離れて砂漠地区に行く資格を取れるよう手伝ってくれたのがセノさんよ。その上、エルマイト旅団との協力について話し合うためここまで同行してくれたの。セノさんとラフマンさんのおかげでこの計画を順調に進められるわ。みんな優しいんだな。このこと以外にも他の業務についてセノと相談することがあってな。クラクサナリデビ様は砂漠地区開拓のためにかなりの資源を用意してくれた。俺もその手伝いを少ししたが、中にはエルマイト旅団の協力が必要な部分もあったんだ。それから教練院にいくつか教育関連の物資を申請した。クラクサナリデビ様の指示通り、砂漠にあるいくつかの部族に送るつもりだ。あそこの人々もきっと必要としているだろう。ああ、もちろんだ。形のある書籍、その他の関連用品、セノとクラクサナリデビがいなかったらこんなものを手に入れることはできなかっただろう。それ以外に教練員は砂漠地区で授業をしたい学者を募集している。何か情報があったらすぐに俺からラフマンとセタレに知らせよう。これらのことを続けていき、資源の維持を図り長期安定化させる必要がある。この何百年の間で初めて希望が訪れた。これはきっと砂漠の天気だと思ってる。あの言葉を覚えてるか？ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と王家に値する。砂漠の民から再びあの祭司のような知者が現れることを願ってる。かつて世を震撼させた英知と栄光を再び見たいのだ。それであなたたちも何か業務の話をしに来たの？いやいや、オイラたちはニーローの代わりに返事を聞きに来ただけなんだ。ニーローがみんなに手紙を送ったんだけど、ちゃんと届いたかわからないからその確認を頼まれてな。2日後にグランドバザールで祝賀会が開催されるから、みんなにも参加してほしいみたいだぞ。それにこれはセノの大マハマトラ復職の祝賀会でもあるんだ。でもお前の様子からしてもうすでに復職してるみたいだな。オイラてっきり祝賀会の後に教令院に戻るのかと思ったぜ。祝賀会？今日初めて聞いた。ねえ、ひなりの言う通りだったな。やっぱり知らなかったぞ。セノ、お前のために開催する祝賀会なんだ。メインのお前は必ず参加しろよ。セノさんのそんな表情が見られるなんて珍しいわ。宴が好きじゃないの？好きとは言えないな。だが行こう。俺はまだここでやるべきことがたくさん残ってるんだ。それ以外にセタレさんが砂漠にいる間の安全を守る必要がある。遠慮しておこう。私もよ。でももし可能ならニーローさんにことづてを頼んでもいいかしら。
こう伝えてちょうだい。今まであんな悪い態度をとってしまって本当にごめんなさい。あなたの踊る姿がどれほど美しいか今はもう完全に理解しているわ。まるで空に輝く光ね。あなたとあなたが象徴する芸術は美しいだけでなく、あまりにも驚異的で禁止されてしまうほどの生命力を持っている。これからもぜひ踊り続けて。いつか私も自分の目であなたの意義を見届けに行くから。全部覚えておいたぜ。これでここでの任務も終わったな。スノー、2日後は絶対に来いよ。ああ、約束の日だな。グランドバザールに行ってみようぜ。あ、もうみんないるな。オイラたちが一番最後みたいだ。来たか。あ、来た来た。あんたたち遅かったじゃないか。ずっと忙しかったみたいね。ここであなたたちに会えて本当に嬉しいわ。でも遅刻はしてないはずだぞ。お前たちが早く着きすぎたんじゃないか。一番遅く来た人に今日のスピーチを任せるのはどうだろうか。今日はスピーチなんかないだろう。そうか、それならいい。早くこっちに来て。一緒に食べて飲んで楽しいこと話しましょう。悪くない。おいらもう我慢できないぞ。旅人、ここにうまいもんがたくさんあるぞ。聞いたスメールシティのみんなもいろいろとプレゼントしてくれたんだ。ここに来た人たちみんなスメールを救ってくれたあなたたちにお礼を言ってほしいって頼んでたよ。英雄って思われるのも嬉しいもんだな。この感覚なかなか悪くない。ボディーガードも英雄の仕事よ。リシアは元からすごいんだから。お嬢様は口がお上手ですね。ありがとうございます。嬉しいですよ。偉大な計画に参加した方々に会えて私も嬉しいわ。気にするな。今思い返すとオイラたちってあんなすごいことをやってのけたんだな。本当に不思議だ。運と実力が半々といったところか。そうか。私の記憶だと最初は運が味方してくれずに成功率が低いとみんな思ってただろう。俺の記憶でもそうだな。偶然集うのも運、チームを組んだのも運、計画を定め順調に進んだのもなおのこと運によるものだ。それに結果から見れば状況もとても悪くないものだった。そうだね。みんな大事な時に自分の役割をきちんとやり遂げてたもの。公演と同じように私たちは一人一人舞台に上がって最高のパフォーマンスをしたんだと思う。誰もが重要な存在だった。私たちみんなの力でパフォーマンスが無事に幕を閉じたんだよ。じゃあオイラたちも優秀な役者ってことか。クラクサナリデビ様が教令員の実権を握る立場にまた戻れて本当によかったよ。そうね。たとえどれだけ見捨てられ、冷遇されようとも、これでやっと戻ってこられたんだもの。ええ。クラクサナリデビ様は、かつて災いの中で全ての力を使い果たし、過去の記憶と知恵をなくしたの。そのせいで、教練員からも見捨てられ、冷遇されていたのよ。これは、誰もが知っているようなことだと思うけど、どう
うしてそんな驚いた表情を？私間違っていないわよね。ああ、間違ってない。はあ、ならよかった。どうかしたのか？そうだぞ、なんでそんな表情になってるんだよ。お前も知ってるのにわざわざ聞くなんて。そうだ、ここに関係者が二人いるが、これだけは言わせてもらうぜ。あの賢者たちは本当に身の程を知らない。500年前、クラクサ・ナリデビが力を使い果たしたのはスメールの民のためだったんだぜ。それなのにあいつらは何をした？恩をあだで返すなんて、あたしらの世界では罰として手足を切り落とされるかもしれないことだ。そうだろ、セノ。俺が言うべきことではないかもしれないが、クラクサ・ナリデビ様にあのような仕打ちをした奴らは今よりももっと重い罰を受けるべきだ。アザールとその一味にさらなる罰を与えたいと君からクラクサ・ナリデビ様に進言したらどうだ？俺はクラクサ・ナリデビ様の決定を尊重している。いかなる形でも干渉する気はない。お前こそどうして凶霊院の誘いに乗って大賢者にならなかった？まさか俺が賢者に向いているとでも言うつもりか？いや、ただ今のスメールにおいてお前が最も凶霊院を率いるのにふさわしい人物だと人事選考の担当者が言っていた。なんでだ？こいつがアザールを失脚させたからか？言い方を変えてくれるか？本来はいいことであるのに、それではまるで俺が自分の私欲のためにアザールを失脚させたようになっている。でも正直、あんたがこの一件に加わったのは多かれ少なかれ市場が入ってたと私は思ってるぜ。市場は確かにあった。だが賢者の席とは無関係だ。国全体の規則がああいったものによって破壊されれば何もかもがおかしくなってしまう。俺はただ奴らの夢のせいで俺の生活を狂わされることを望んでいなかっただけだ。あんたの生活って書記官として凶霊院で仕事することか？ああ。え、それだけのために？オイラたちの仲間になってあんな大それた計画をやったのはそれだけのためだったのかよ。それだけで理由は十分なはずだ。個性的なのね。それほどでもない。そうだ、あんたはどうなんだ？もう大マハマトラに戻ったのか？ああ。毎日楽しく過ごせてる？どちらとも言えないな。だが今はやるべきことがたくさんある。たとえそうだとしてもできるだけ楽しい方がいいと思うよ。ほら、私みたいに毎日たくさん笑ってみるとか。ありがとう、覚えておこう。これほど賑やかな宴に来るのは滅多にないことだ。だが雰囲気は悪くない。いや、今日この集まりには特別な意味がある。グランドバザールが賑わっているのは、ここの人たちが心の底から嬉しいと感じているからだ。凶霊院の慌ただしさから来るものとはまるで違う。勉学しか頭にない奴らに、こんな表情はできないさ。うん。鍵を一つ多く持って出かけてしまったようだ。まあいい、構わん。どう？今日の宴は楽しんでる？何か足りないところがあったら言ってね。すぐに改善するから。ならよかった。こんなにたくさんのすごい人が一堂に会するのは初めて見たよ。だから私も緊張してたんだ。ほら、
人一人それぞれの物語を持っているでしょ。それがみんなこうしてここに集まれるなんて、まるで童話みたいに不思議だね。今夜はいっぱい食べて楽しんでね。あなたに嬉しく思ってもらえたら私もすごく嬉しいから。彼女にそう思ってもらえるなんてとても光栄だよ。今度機会があったら彼女を私の公園に誘いたいな。なんだか私とても気分が良くなってきちゃった。ありがとう。お嬢様、あっちのお肉がすごく美味しいですよ。もう食べましたか？ええ、それと果物も少し食べたけど、とても甘くて美味しかったわ。グランドバザールって本当に身も心も休まるいいところね。通りでみんなここにいるのが好きになるわけだわ。そうですね。あ、あんたも来たか。ニーローがあなたたちも呼んでくれて本当に良かったわ。そのおかげで私も英雄の方々に会えたんだもの。おいおい、お二人さん、社交辞令はそこまでだ。パーッと食って飲もうじゃないか。宴はとことん楽しむべきだぜ。ここは雰囲気もよく、食べ物もうまい。ああ、めったにないが悪くない。近頃は忙しくてな。そうでなかったらお前たちを連れて回ることもできたんだが、仲間なんだ、気にすることはない。この宴は悪くない、気に入った。おい、どうしたんだよ。頭がグラグラ揺れてるけど。おいおい、こんなところで急に寝るなよ。オイラがもうちょっとうまいもんを探してきてやる。それを食べたらきっと目も覚めるぞ。もちろん本当だ。ちょっとここで待ってろよ。私よ。ええ、私のわがままのせいね。あなたと話がしたいと思っていたら、ついあなたと接続してしまっていたの。私たちの関係はまるで鶴草とその後ろにある壁みたい。本当に不思議だわ。今日グランドバザールで盛大な祝賀会が開かれてるって聞いたから見に来たくなってね、抜け出してきたの。最近はあの件の後処理に追われてるから本当に時間がなくて。あなたには本当にたくさん助けてもらったけれど、もう一つだけお願いしたいの。私に代わってみんなにお礼を言ってもらえるかしら。このお願いは迷惑だったかしら。でも私がいきなり現れたらみんなかしこまってしまわないかしら。もし参加者の誰かを驚かせてしまって、せっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら、私の本意に反する結果になってしまうわ。その、少し考えさせて。わかったわ。
めたわ。自分でみんなに礼を言うのを勧めたのはあなたでしょ。だから少しあなたの体を借りることにしたわ。悪く思わないでちょうだい。ツルクサだって壁を伝ってより空に近い場所に行きたがるものだから。みんな目が覚めたのか。ちょうど食べ物を取りに行こうと思ってたところだ。私よ。その声ナヒーダ。なんだなんだ、どういうことだ。まさかグランドバザールでクラクサナリレビ様の意識と対話できるとは。面白い。これも宴の余興の一つか。いやいや絶対違うよ。あなたは本当にクラクサナリデビ様ですか。こんにちはニード。私のことを知ってるのですか。ええ、あなたたちのことは全員知っているわよ。ニード、アルハイゼン、セノ、ディシア、パイモン、それからドニアザード。クラクサナリデビ様。こうして勝手に旅人の体を借りたのは直接みんなにお礼を言いたかったからよ。身の安全を顧みず教令員、賢者、博士、残票、さらにはスメール全体をも敵に回すリスクを冒してまで私を救ってくれて本当にありがとう。もしも今回あなたたちがいなかったら、もしも誰か一人でも欠けていたとしたら、私は今よりもずっと大きな苦境に立たされていたでしょう。私だけでなくスメール、そしてテイワット全土がさらに深刻な不幸に見舞われていたかもしれない。あなたたちのことを人々は神を救った英雄と呼んでいるけれど、私はその言葉がとても好きよ。あなたたちの身分を説明しているだけでなく、あなたたちと私の関係も記録しているもの。私の心からの感謝をどうか受け取ってちょうだい。クラクサナリデビ様はスメールのためにたくさんのことをしてくれました。それに比べて私はあなた様のために何かできたことなどありません。そんなこと言わないでください。ドニアザード、あなたの受けた病は私のそばに付き添い私のために祈ってくれた証よ。本当にありがとう。こんなにも仰々しくしていただく必要はありません。もとよりあなた様を守ることが俺の責務ですので。教令員と宗神様の関係は元からこうあるべきだったものだ。我々は当然のことを行い間違いを正したまで。そうだな。神なのにそんな謙虚だなんて、そんなに気を使わなくてもいいと思うぜ。この計画に参加できて私とても光栄です。あなたに捧げた踊りを気に入っていただけたら嬉しいです。ありがとうみんな、本当に感謝しているわ。